馬を売る女は松本清張の小説。日本経済新聞に黒の宣告が第3話として連載され、1977年9月に短編集馬を売る女収録の表題作として文芸春秋から刊行された。連載時のタイトルは美。1978年1982年にテレビドラマ化されている。 日東商会の社長、米村十一郎は5年前から競馬に凝っており、電話で場所仲間と競争場の情報を交換していた。が、その電話は、社長秘書の星野花江に登聴されていた。花江はその情報をもとに、会員制の競馬予想ビジネスを行い、将来に備えた資金を稼いでいた。不器量な彼女に、結婚の見込みはなく、親しい友人もいなかった。 電話の登場に感づいた米村は、日東商会の孫受け会社の八田英吉に調査を依頼する。八田の提案で、米村は、偽の競争場情報を流すよう手配した。競馬予想が不審に陥った、星野花井は、気落ちしているように見えた。英吉は、江戸があくまで花井を尾行し、得意なパチンコの話を契機に、花井に接近する。資金繰りの苦しい栄吉は、 花江の貯めた金に目をつけ、彼女と関係を結んだ後、花江の貯めた金を大量に借り始めた。花江は、実際、英吉によって初めて女の喜びを知った。しかし、英吉への貸し金が累積し、生活設計が狂ったことに気づき、花江は、愕然とする。英吉は、返済を先延ばしにしていたが、花江の請求が激しくなったため、彼女への殺意を固める。 松本清張、女シリーズ、馬を売る女。1978年4月9日、TBS の東芝日曜劇場は国手放映。視聴率20.2%。松本清張の馬を売る女。1982年10月23日、TBS のザ・サスペンスは国手放映。視聴率19.3%。DVD 化されている。 ありがとうございます。